このスバ。おかえりなさい、アクア。今日もバイトお疲れ様でした。どうかしたのか？もしかしてコロッケが売れ残って怒られたとか？コロッケは完売したわよ。店長にも、お前は店の看板娘だ、ずっとここで働かないかって言われて。それで思い出したんだけど、私たちいつになったら魔王を倒しに行くの？急に魔王がどうしたと言うんだ。あのね、私コロッケ売りのバイトは嫌いじゃないわ。でもこのままコロッケの売り子になるのは何か違うんじゃないかって。ねえ、魔王討伐に行きましょう。みんなたるみすぎだと思うの。いつもたるんでる筆頭のお前が何を言ってる。ほら、仕事終わりのシュワシュワでも飲んで落ち着けって。いいの、カズマさんったら太っ腹。ついでにシュワシュワに合うおつまみも。って違うわよ、こんなことじゃごまかされないわ。この町に来た時は魔王討伐だってみんな息巻いてたのに、最近は魔王の魔の字も出ないじゃない。おかしいでしょ。そうは言っても、今の俺たちが魔王なんかにかなうわけないだろ。俺なんか最弱冒険者だぞ。ああ、もっとレベルを上げてからでないと不安だな。正論はいいから、魔王を倒して、そして私を早く天界に返してよ。女神の私が借金背負ったりバイト三昧なんてあんまりだわ。はあ、また始まりましたね。ああ、今日はいつも以上に荒れている。連日のバイトで相当疲れているんじゃないか。確かに最近クエストサボって生活費をアクアのバイト代で賄ってたからな。ちょっとカズマ聞いてるの？こんな自堕落な生活してないで、さっさと伝説の勇者にでもなって魔王を倒してきてちょうだい。いや、気持ちはわかるが、さすがに今すぐ無理だって。俺ジャージだよ。ジャージで魔王を倒す勇者なんていないだろ。わかったわ、ジャージだからダメってことなら私に考えがあるわ。伝説の勇者にふさわしいとっておきの衣装を私が作ってあげようじゃないの。伝説の勇者。わわわわわわ、素晴らしいです、伝説の勇者。アクアアクア、私にも伝説の衣装を作ってください。いいわよ、伝説の勇者パーティーにふさわしい立派なアークウィザードの衣装を作ってあげましょう。そうと決まれば、まずは私の分を作ってみようかしら。ダクネスにも伝説の聖騎士って感じの衣装が必要よね。おいおい、大丈夫か。伝説のなんとかってあれだろ、ゲームによく出てくる豪華な服とか強そうな鎧とかだろ。材料もいるし、作るの大変なんじゃないか。任せてちょうだい、私の腕で立派な伝説の勇者パーティーの衣装を作ってみせるわ。そうとなれば、ケーキ漬けにみんなで乾杯しましょう。おお、アクアのやつ、魔王討伐って目的をもう忘れてそうだけど。でも伝説の衣装か、ちょっと楽しみだな。このスバ。キャラエピソードとこのスバストーリーは